ございます。今日はフルートの音出しについてちょっと先ほどまで生徒さんがいらしたので、やってみたいと思います。まあ、フルートこうやってつながっていますね。側部管、頭部管、頭部管とつながっていますが、頭部管だけで最初にやるのがいいと思うのでやってみたいと思います。唇ですね、この内側を実は粘膜のを使います。指をこう当てるとここに息が当たると思いますが、 PF みたいな息が冷たく当たる、集中してる、ね、で高い音になるとこれ早く息になります。唇が少し高い音が出る形になるんですが、ちょっとやってみたいと思います。一回これ締めてやるとビルインと同じ原理になりますね。真ん中にこう当てます、ね、こうやってもいいし指で探ってもいいし、だいたい息の穴が真ん中になるように。で、まあ8とか12とかね、足でカウントしてもいいですし、2、3、まあ、こんな感じで吹きます。で、大事なのは息を追いかけていく。高い音になるとこうになるんですけど、息を追いかけていく、あるいは開けるとオクターブ上がります。だいたいラーだと思うんですけど、空気を追いかけて、唇が息が足りなくなったり細くなって音量が減ってくるので、その時に唇が少しだけこうフォロー、こう内側でフォローします。ね、今ちょっとかすれてしまいましたが、真ん中に当たってない時ちょっとずれたりから、ここは実はこういうふうに唇が、そうですね、3分の1から半分、あるいはもっと塞ぐ、音域によってですけど、高い音域になるとこう口が自然に出てきて塞いでいく形になります。これも人によりますけれど、オクターブね、こうかると、あるいは、わかりますかね。鍵の量があります。で、初めの時は、今僕は T、トゥ、トゥと書いて、下からこう唇から下を抜いてる、真ん中にアパチュア、開きを作っているんですが、残ったところになるように、PF でもいいです。真ん中に当たるように、で息が吹いた後ふって見るとここに三角形の息の跡がつきます。これが右の方に行ったり左の方に行ったりしていることが多いので、センターになるようにしてください。あるいはこういう形で基本を作っていただくと、息の吹き方安定します。で、僕は楽器をこういうふうに持っていますが、それは持ち方はどうでもいいですが、両手でももちろん構いませんが、楽器が安定してるってことが大事です。すごくね、これでお話ができるぐらいなつもりでいつでもいられる。わおみんわふー、声出すとこうなりますね。
まあこんな別にこんなことやる必要はありませんが、練習をしていただくと良いかと思います。これが最初の音出しとして使っていただくと頭部感がね生きてくる、自分頭部感と自分の体が一致してくるということになると思います。頑張ってください。